And the last one, I am Nguyễn Công Văn, a telecommunication student. Our robot follow the guideline by optical sensors. はい、さあ続いて青のゾーン、オーストラリアのクイーンズランド大学のチーム紹介です。どうぞ。 Hey, we're from the University of Queensland Robocon team. Our university is located on the east coast of Australia in a city called Brisbane. 5 seconds to go. 3, 2, 1, start! まず赤ゾーン、ベトナムがトップスポット9番を目指していったが、これはずれ、おっと入った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 、その上から今度はオーストラリアのブルーのボールが入った。このトップスポットはオーストラリアのポイントになりました。9番のトップスポットはオーストラリアのポイントで4対0、ブルーのオーストラリア、クイーンズランド大学がリードです。この間に赤ゾーン、ベトナム、ホーチミン市工科大学1番スポットを入れました。そして2ポイントの4番スポットにも入れています。そして2ポイント同じく6番スポットにも入れた。この自動マシーンは好調、赤ゾーン、ベトナム、ホーチミン市工科大学です。そして1番、7番、15番も入れています。手動マシーンが好調。一方ブルーゾーン、オーストラリアのクイーンズランド大学は自動マシーンは動いていますが、手動マシーンに手間取っています。手動マシーンがまだスタートをしていません。その間に赤ゾーン、ベトナム、ホーチミン市工科大学は手動マシン1番、7番、15番、そして今16番を狙っています。1ポイントの16番、これは入りません。その間に2ポイントの4番、6番、8番を取っています。16番にも入りました。ポイント11対4、赤のホーチミン市工科大学がリードしています。ベトナムが大きくリード、12対4。ブルードオーストラリア、クイーンズランド大学の動きがなくなってきました。自動マシーンも止まってしまった。手動マシーンはまだスタートできません。残りは間もなく1分30秒を切ります。レッドゾーン、ベトナム、ホーチミン市工科大学の手動マシーンは好調。さらに2ポイント10番スポットも取りました。トップスポットはブルーのオーストラリアが取っているためにリーチはありません。リーチはありませんが、確実に大量得点を重ねています。赤のベトナム、ホーチミン市工科大学です。10番の2ポイントスポットも取った。そして3番も取りました。1番、2番、3番、周りの黄色の1ポイントスポットはすべてベトナム、ホーチミン市工科大学が取りました。そして2ポイントも6番、10番、4番、5番、8番、12番、13番、この14番を取れば9番以外はすべて赤のベトナム、ホーチミン市工科大学というところで14番も取りました。ポイントは24対4と大きくリード。残りは間もなく30秒。この9番スポット、オーストラリアのクイーンズランド大学が上から入れていなければパーフェクトというところでした。なんとか手動マシーンがスタートしてほしい。オーストラリア、クイーンズランド大学、まだセッティングを続けています。残りは20秒を切っています。このロボコンは全てのマシーンの総重量が40キロ以下ではありません。昨日の段階で3キロオーバーしていて、今日はそのボディを切ってこの試合に臨んでいます。残り5秒、手動マシーンは動かないか。オーストラリア、クイーンズランド大学、ここで試合終了。ベトナム、ホーチミン市工科大学、大量点で勝ちました。さあ予選第4試合は、5 seconds to go. 3, 2, 1, start! まず赤ゾーン、ベトナムがトップスポット9番を目指していったが、これはずれ、おっと入った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 、その上から今度はオーストラリアのブルーのボールが入った。このトップスポットはオーストラリアのポイントになりました。9番のトップスポットはオーストラリアのポイントで4対0、ブルーのオーストラリア、クイーンズランド大学がリードです。この間に赤ゾーン、ベトナム、ホーチミン市工科大学1番スポットを入れました。そして2ポイントの4番スポットにも入れています。そして2ポイント同じく6番スポットにも入れた。この自動マシーンは好調、赤ゾーン、ベトナム、ホーチミン市工科大学です。そして1番、7番、15番も入れています。手動マシーンが好調。一方ブルーゾーン、オーストラリアのクイーンズランド大学は自動マシーンは動いていますが、手動マシーンに手間取っています。手動マシーンがまだスタートをしていません。
その間に赤ゾーンベトナムホーチミン市工科大学は手動マシン1番7番15番そして今16番を狙っています。1ポイントの16番これは入りません。その間に2ポイントの4番6番8番を取っています。16番にも入りました。ポイント11対4、赤のホーチミン市工科大学がリードしています。ベトナムが大きくリード12対4。ブルードオーストラリアクイーンズランド大学の動きがなくなってきました。自動マシーンも止まってしまった。手動マシーンはまだスタートできません。残りは間もなく1分30秒を切ります。レッドゾーンベトナムホーチミン市工科大学の手動マシーンは好調。さらに2ポイント10番スポットも取りました。トップスポットはブルーのオーストラリアが取っているためにリーチはありません。リーチはありませんが確実に大量得点を重ねています。赤のベトナムホーチミン市工科大学です。10番の2ポイントスポットも取った。そして3番も取りました。1番2番3番周りの黄色の1ポイントスポットはすべてベトナムホーチミン市工科大学が取りました。そして2ポイントも6番10番4番5番8番12番13番この14番を取れば9番以外はすべて赤のベトナムホーチミン市工科大学というところで14番も取りました。ポイントは24対4と大きくリード。残りは間もなく30秒。この9番スポットオーストラリアのクイーンズランド大学が上から入れていなければパーフェクトというところでした。なんとか指導マシーンがスタートしてほしい。オーストラリアクイーンズランド大学まだセッティングを続けています。残りは20秒を切っています。このロボコンは全てのマシーンの総重量が40キロ以下ではありません。昨日の段階で3キロオーバーしていて今日はそのボディを切ってこの試合に臨んでいます。残り5秒指導マシーンは動かないか。オーストラリアクイーンズランド大学ここで試合終了。ベトナムホーチミン市工科大学大量点で勝ちました。さあ予選第4試合は